皆さんこんにちは。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。それではシャチのトレーニングを始めます。さあ早速左側の方で一頭のシャチがジャンプです。さあもう一度右側の方で連続ジャンプ。決めたのは3歳の子シャチ、リンと言います。体長は4メートル、体重は先日1トンの大台に乗りました。続いてジャンプに向かっているのは7歳のオスのシャチ、アース。7歳のオスのシャチというのはまだまだ若い子供のシャチです。さあ右奥の方でもう一度ジャンプです。リンよりも年上なんですけども、リンの甥っ子に当たります。ちょっとややこしいですね。はい、実はですね、このアースのおばあちゃんに当たるシャチ、リンのお母さんに当たるシャチが今からジャンプに向かうステラです。さあステラ悠々と泳いでいます。左奥の方でジャンプ。ステラは体長は 5.2メートル、体重は 2.2 トンもあります。さあ水中観覧エリアにはそのステラの娘、3歳の子シャチ、リンがやってきてくれました。リンはこの下顎のところに黒いほくろのような模様があるのがチャームポイントになっています。皆さんぜひ覚えて帰ってくださいね。はい、リン、ありがとう。さあリンは今ガラスの向こうからこちらをキョロキョロと覗いていたのがお分かりいただけましたか。シャチはガラスの向こうからもこちらのことがよく見えているんですね。白い目のような模様の少し前のあたりに小さな目があります。見つけられなかった方はまた後ほどね探してみてください。特にお母さんのステラはお客様を観察するのが大好きですので、もしかするとステラと目が合うかもしれませんよ。さあステラとリン親子でくるくる回転しながら泳いでいますね。丸い胸びれと尾びれを上手に使ってこのように巧みな泳ぎ方をすることもできます。シャチたちの体は意外にしなやかに動くのがお分かりいただけるかと思います。さあトレーナーがステラにここまでおいでと合図を出していますね。シャチたち実は私たちに頭や背中を撫でてもらうのも大好きなんですね。種目が上手にできたご褒美として撫でてあげたり、あるいは魚を与えたりしています。体が大きなステラは毎日およそ60キロから70キロもの魚を食べているんですよ。さあ続いては屋外のステージにリンが上陸しましたね。尾びれをピンと上げてポーズもバッチリ決まっています。ステラに比べると小さいんですが、それでも先日とうとう4メートル1トンの大台に乗りましたからね。やはり大きなシャチです。ただこんなに大きくなりましたが、リンちゃんちょっと甘えん坊なんですね。実はお母さんステラのおっぱいをまだ飲むこともあるんですよ。
さあ続いてはリンがステージの前でお腹を上にしてじっとしていますね。実はこれはシャチの体温測定の姿勢なんです。シャチの体温はお尻の穴、今トレーナーが指しているあたり、このあたりの肛門にセンサーを50センチぐらい入れて測るんですよ。平熱はおよそ35度から36度くらいと、私たちとあまり変わりません。ちなみに名古屋港水族館ではシャチたちの体温を毎朝毎夕1日2回計測しています。この他にも尾びれに針を刺して採血をしたり、あるいは口からチューブを飲み込んで胃液を採取したりと、そういったことまでトレーニングでできるようになっているんですね。ダイナミックなジャンプばかりがシャチのトレーニングではないんですよ。さあトレーナーがリンちゃんよくできたねと、よし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 と頭を撫でていますね。さあ手前側の方ではステラも同じように体温測定の練習をしていたようですが、今度は魚を行っていますね。魚のメニューはホッケやニシン、あるいはサバといった私たちにも馴染みの深い魚から、キュウリウオといった少し耳慣れない魚まで、いくつかの種類の魚を与えています。さあプールの中ではアースが尾びれを上下に振って勢いよく泳いでいます。南館にいる魚たちは尾びれを左右に振って泳ぐのですが、さあ今度はリンもですね、このようにイルカやシャチ、クジラの仲間は尾びれを上下に振って泳ぎます。シャチは全速力で泳ぐと時速60キロものスピードを出すことができると言われています。実はこのスピードはイルカやクジラの仲間では一番速いスピードなんですね。隣のプールをビュンビュンと泳いでいるイルカたちよりも速く泳ぐことができるんですよ。さあ続いてはアースが左側の方でスプラッシュジャンプ。続いてはリンがジャンプに向かいます。プールの手前側の方でジャンプするようです。さあ体の大きなステラに比べると少し身軽なジャンプですね。さあ続いてはステラ、プールの向こう側で同じくスプラッシュジャンプ、大きな水しぶきを立てます。さあアース先ほどよりも勢いがありますね。手前側でジャンプ、さあもう一度連続ジャンプです。ジャンプ変わって急ブレーキ、ものすごい水の渦を作っていますね。さあリンが左側の方でスプラッシュジャンプ。ジャンプが終わるとトレーナーの元へとスーッと帰っていきます。シャチの体は美しい流線形をしていて、水の抵抗を受けにくい形なんですね。さあ最後にステラが連続ジャンプに向かっています。5.2 メートル、2.2 トンの巨体を持ち上げてのジャンプ。さあ左側の方でもう一度
4回目のジャンプです。見事に決まりました。さて皆様、シャチのトレーニングはいかがでしたでしょうか。ステラのトレーニングを間近で見ているおシャチの瓶もどんどんと成長しています。ぜひまたこのシャチの家族たちに会いに来てくださいね。それではもう一度シャチにこちら水中観覧エリアにやってきてもらいたいと思います。さあ今度はステラがやってきてくれるようですよ。さあ中央へとやってきてくれました。以上をもちましてシャチのトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。ちょっとステラがよそ見しちゃってますね。もう一回こっち向けるかな。では皆様、ステラの口元にご注目ください。はい、ステラありがとう。次回の公開トレーニングは6時からとなっております。また本日は夜7時から北館メインプールにおきましてイルカのナイトパフォーマンスがございます。お時間のある方はぜひご覧ください。水中の